小菅拓夫は日本の薬学者。階級は海軍小移候補正。学位は薬学博士。静岡薬科大学名誉教授。金沢大学薬学部教授。静岡薬科大学薬学部教授。静岡薬科大学学長などを歴任した。島根県出身の天然物科学を専攻する薬学者である。日本の海洋天然物の研究においては、 草分けとされる。バイに含まれる毒素である、スルガトキシン類の管理に成功し、その構造を特定した上で、毒化するメカニズムを解明したことで知られている。また、トリカブト属の共振成分であるヒゲナミンの分離に成功し、その構造を特定したことで知られている。金沢大学や静岡薬科大学で教弁をとり、静岡薬科大学では、学長も務めた。 1926年、島根県にて生まれた。島根県により設置、運営される島根県立津和の中学校を経て、海軍の教育機関である海軍兵学校の門を叩き、第75期生として学んでいた。1945年8月に太平洋戦争が終結すると、海軍も解体されることになり、 第75期生は同年10月1日に急遽卒業となった。その後、国が設置、運営する東京帝国大学に進学し、医学部の薬学科にて学んだ。1949年、東京帝国大学を卒業した。それに伴い、薬学士の称号を取得した。毒ダミに含有される有効成分の構造に関する研究と題した、博士論文を執筆し、 1955年1月19日、東京大学より薬学博士の学位を取得した。国が設置、運営する金沢大学に採用され、薬学部の教授などを務めた。1959年、静岡県により設置、運営される静岡薬科大学に転じ、薬学部の教授を務めた。大学院博士課程に在籍していた若林漆桂を指導したのをはじめ、 多数の人材を育成した。村田敏郎の後任として、1986年10月に静岡薬科大学の学長に就任した。しかし、静岡薬科大学は、同じく静岡県により設置、運営されていた静岡女子大学、静岡女子短期大学と統合されることになり、1987年に静岡県立大学が設置された。ただし、 静岡薬科大学の在学生が卒業するまでの間は静岡県立大学と並行して存続するため静岡薬科大学は1990年3月に閉学したそれにより静岡薬科大学の最後の学長となったなお1989年に静岡薬科大学より名誉教授の称号が授与されているその後2006年に死去した スルガトキシンの構造式ヒゲナミンの構造式専門は薬学であり、特に天然物科学といった分野について研究した。和肝薬成分の研究、変異発肝物質の単理構造の研究、海洋天然物科学の研究に従事した。具体的には、倍に含まれる毒素の単理と構造決定を目指す研究に携わり、その結果として、スルガトキシン類を発見し、 毒化するメカニズムを解明した。静岡県の一部地域では倍を海壺と称して食しているが、静岡県沼津市周辺にて海壺による食中毒が発生したことから、それをきっかけに倍の毒素の研究を開始した。1972年に倍の毒素であるスルガトキシンを管理し、その構造の特定に成功した。ところが、極めて高純度のスガトキシンには、 活性がないことが発覚し、さらに研究を重ねた、結果、不安定である真の活性体として、ネオスルガトキシンとプロスルガトキシンの管理に成功した。また、毒素発生の原因として、従来は食物連鎖説が提唱されてきたが、コスガは毒素を産出するバクテリアが存在するのではないかと考えスクリーニングを実施した。その結果、スルガトキシン類を産出する。 ポリネバクテリウム属とオボ式細菌を発見し、論争に終止符を打った。ここまでで研究を開始してから実に20年以上を費やしたとされる。また、トリカブト属の共振成分の分離と構造決定を目指す研究にも携わり、その結果としてヒゲナミンが発見された。先行研究として、ヤカズ同僚が薬理学的研究に取り組んでおり、 共振作用がアルカロイドを除いた水溶性分割に存在し、その中でもクロロホルム不溶分割の中に存在することを示唆していた。コスガラはこの文化から共振成分を分離することを目指していたが、トリカブト族には多数の種が存在し、共振性に大きな差異があることから苦戦を強いられた。極端な場合、 同一の場所から採取した種であっても年によって薬効があったりなかったりしたため研究対象を採取する場所を決定するだけでも数年がかかったという最終的に新潟県佐渡郡で採取したオクトリカブトを研究対象としたさらにヘテロサイクリックアミンの構造の解明にも取り組んだこの業績に対し医学者の杉村隆は小菅先生は ヘテロサイクリックアミンの構造を明らかにするのに最初に貢献されたのですと評している。これらの業績によりアメリカガ学会が発行する学術雑誌キャンサーリサーチの穴取りの小菅の肖像写真が掲載された。ドクダミの格子上金性物質の構造決定及びこれに関連した研究の業績が評価され1955年4月8日に 日本薬学会奨励賞を授与された。また、生物活性成分を対象とした天然物研究、特に梅毒ソに関する研究の業績が評価され、1987年4月2日に井上昭治とともに日本薬学会学術賞を授与された。息子は東京医科歯科大学を卒業して医師となった。診療所を開業していたが、その後、 宅をの助言を受けつつウコンなどについて研究しており、特許も出願している。ありがとうございます。